32歳になった小柳ルミ子が大人の個性を光らせた大ヒット、今さら二郎。あれは確か2年前の雨降る夜に、私の手を振り払って出て行ったっけ。部屋の隅に飾ってあるあなたの写真、泣きながら破った日もあったって。今更ジロー好きだとジロー言わないでおくれ。私のせい、他の人を愛したくせに。今更ジロー罪だジロー、私にとって昔は離婚成立から2年、2002年のコンサートには愛子さんが応援に駆けつけていた。プロの後からこんなおばあさんが歌いましてすみません。歌手にならなかったんですよ、若い頃。歌手になりたかったんだけど顔がね、いまいちね。本当にお母さんが見てくれると思うから私も頑張れるし、これからも長生きしてね、いくつまで生きるのよこれ。あと1、2年ですけど、ね、あと1、2年、まあ、そう言ってってね、100歳ぐらいまで生きそうだからね。でも本当よかった、うん、ね。どうぞこれからも全力のことでよろしくお願いします。最愛の母愛子さんはこの4年後86歳で帰らぬ人となった。